皆様こんにちは、山芋です。本日は仮面ライダーシティウォーズやっていきます。はい、みんながね、はい、とっても大変だったレイドバトルが終わりましたね。ちなみに山芋はそんなにやってなかったです。はい、皆さん知っての通りですね。結局どこまでやったのかな。ライブの時ももうしめじさんのでやったんで、私のほとんどやらなかったですもんね。しめじさんにスマホ渡して、私のでしめさんをやるみたいな、私の BP を使い、もう俺はボスと戦うんだみたいなね感じだったんですけども、まあ、今回はね山も休憩、まあ、山芋的にはまあ特攻が当たったら頑張ろうかなっていうスタンスで今は言ってます。いや、なんかね、自分の運のなさに最近絶望していますよね。はい、まあ、ライブ配信はしめじさんがね頑張って、もう特攻じゃない覚醒を手に入れてましたからね。私は覚醒ほんと最近取ってないですよね。びっくりするぐらい取ってないで、今スタートダッシュガシャ来てますね。まあ私、あのゲーム開始から72時間以内をもう超えてしまってますのでね、とっくりね、とっくの昔に超えてるので、これはもうできません。まあしかも優勝ですしね、私無課金で縛ってます。はい、あ、次タイムバトルイベントなのか。しかもなんかメンツが濃いぞ。スナイプとファイズ。いやー、育ててない。で、スナイプは、星5の必殺技2枚持ってるんですよね。持ってるんですけどもね。どうしよう。あ、ちなみにやってなさすぎてメダル134枚。これはちょっと私、カード取れないんじゃないかなっていうドキドキ感ありますよね。早速ね、まあ、ガシャを引いていきたいと思います。これですよね。あ、でもスナイプのこの BC、これ BC じゃないの？必殺技？バイクのやつもありますね。提供割合を確認してみましょう。まあでも BC3 枚だからいいんじゃないかな。何これ、覚醒するやつってバイクのイラストのやつが覚醒するの？え、なんか今回何、BC が、2%、必殺技が 1%。まあ、そんな悪くないですね。でもこれ当たったらタイムバトル私走るんですよね。了解です。では、気合を入れて。いやでもファイザー当たったら私全然育ててないんだよな。だから今ちょっとね、勝手にも当たると勘違いしてますね。危ない。はい、今日の運試しやっていきます。お願いします。いや、あんだけ星5がずっと当たってたのにな、最近来ないんだよな。来い来い来い。あー、これは、ダディかな？私、ダディが当たっちゃう。あ、光らない。ブレード、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 ブレード。あー、もうやだ、本当にもうやだ。ブレードの技来てるよ。いやー、今日は当たらないよかな。ここ残念。いや、マジで当たんないの。本当に言ってる。いや、マジ運やばいですね。どうしよう。いや、単発は引けないですよね。いや、メダルガシャもやってなさすぎて引けないんですよね。今回ちょっと私びっくりしたのが、リバイバルイベント、前のイベントですよね。はい、なんかね、全然なんかクリアしてないんですよね。で、これで多分だいぶ石ゲットできますよね。こっちは終わってたのかな。ちょっとリバイバルとかもやりつつ石ゲットしますかね。バナナアームズ。あ、スナイプの必殺技、私2枚星5あると思ったけど1枚だけか。あれ、他のライダーについてる。あ、なんかあるなと思ったのはこのカードか。まあ、今回も特攻なしなんでね、ちょっときつそうっすね。ティッティキティ。はい、いつの間にかですね、イベントが始まっております。属性間違えちゃって、山も発級まだクリアしてないんですけども、これですね。エネミー、S 属性で、シャドームーン、合体シャドームーンと合体ゲームは、T 属性。なので、P で行かないとダメですよね。間違えて S で行っちゃって、ボコボコにされてしまいました。P、難しいですね。もう、スナイプとかファイズとか育ててないので、私の P って誰だ？基本的に、いつも使ってる P って、まあ、エグゼイドと誰だ？エグゼイドとディケイドを使ってるのか。で、まあ、今回スナイプで行った方がいい。でも今、エグゼイドにつけてたカードをスナイプに上げて19000とかになってるんですよね。
ちょっとまあカードの見直しから頑張りたいと思います。はい、ということで、まあ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 こんな感じで10連しか引いてないんですけども、清水さんもっと引いてくれると思うんで、また見てください。ご視聴ありがとうございました。いつまで爆死が続くんですかね。はい、また見てね。バイバイ。